それでは今日はこのボクシーのハイブリッド2列目と3列目こちらでのインプレッションをしていきたいと思います。で、通常は運転席でのインプレッションなんですけれども、まあ、こういった車はやはりこの2列目3列目居住スペースが非常にある車ですので、まあ、ここに座って快適かどうかっていうことが非常に重要になってくるかと思いますので、ご紹介をしていきたいと思います。で、まず私今2列目に座っていて、で3列目のシートは畳まない状態にしているので、まあ、ロングスライドではあるんですけれども、畳んだ時が一番、まあ、ロングスライドをします。なのでこの、まあ、違いも乗り比べてみようと思うんですけれども、で今こちら右側は、まあ、ロングスライドなんですけれども、3列目を畳んでいない状態でロングスライドをしているとい、まあ、った状態で乗らせていただいています。で、やっぱり乗り心地は下がりますね、もうちょっと。で、乗り心地自体は、やっぱり運転席で感じた時と同じなんですけれども、やっぱり非常に後ろもすごく足がしなやかで、でダンパー自体も多分これ茅場製のダンパー使ってると思うんで、ダンパー自体のバルブ自体が、まあ、カヤバオリジナルの独自のやつだと思うんで、玉尾低速領域での可変ダンパーですね。可変ダンパーになってると思うんで、やっぱり玉尾低速領域でのこの減衰の立ち上がりというものが、まあ、非常に良くて、かなりしなやかです。で、前に乗った時もすごくしなやかだなと思ったんですけど、やっぱ後ろに乗ってても、ものすごくしなやかさを感じます。で、やっぱこういった継ぎ目、でこれ16号なんで結構国道って道が荒れてるんですけれど、もう全然こういった道の荒れであるとか段差、まあ、そういったものにもこう突き上げ感というのは2列目に乗ってても全然感じないです。これ後ろ下げるとタイヤハウスの、まあ、真上にはならないんですけども、少しこう上あたりのところになるんで、突き上げを感じる部分っていうのが出てくる車というのもあったりすると思うんですけれども、まあ、全然ないです。で、やっぱり僕初めてこれ今乗せてもらってる状態で、こう2列目乗ってるんですけれど、やっぱこのね、感じがすごくいいですね。で、僕アルファードは、何度か、乗せてもらったことあるんですけど、なんかもう、普通の M クラスのミニバンとは少しやっぱ違った、雰囲気がしっかりとあって、車のなんかこう安っぽさ、安い車になんか乗せてもらってるんだなっていう感じじゃなくて、ちゃんと高い車、それなりになんか高い車に乗ってるんだなっていう感じがしっかりとねあります。で、こういったやっぱりライニング、このルーフライニングがやっぱ黒くなってるっていうのがやっぱりすごく僕大きなポイントになってるのかなっていうのもあると思うし、やっぱこういったリア席のモニターです。こういったものが大きいものがついていたりとか、で、まあもちろん有機 EL でくっきりと、高画質で高精細になっているとか、まあそういったその新しい、アイテムが、まあついているところなんかも見たときに、やっぱ車の、質感の高さみたいなものを感じるんですけど、うん。で、こうやってやっぱ乗ってて、乗り心地ももちろんいいですし、で、ロードノイズも、こう後ろ前よりも後ろの方がロードノイズ結構気になります。で、後ろに吸音材がついている車が多くて、この車も後ろに吸音材がついているんですが、まあでも、全然耳障りになるようなうるさい音っていうのは全く感じない。まあ全く感じないといえばそうでもないかもしれないんですけれども、まあ特に、うるさいなっていうレベルではないので、まあ運転席とで座っている時と、まあ変わらない空間にしっかりとなってます。で、このロングスライドで、こうやって走らせてもらって、やっぱロングスライドってなると、また止まってる時、静的な状態でのロングスライドとは全くまた違いますね。雰囲気としては。全然。で、やっぱりこの状態で、で、運転席今座っていただいてるんで、当然ドライビングポジションに合わせるわけなので、このクリアランス、1列目とこの2列目の間のここの、膝のクリアランスというのは当然広くなります。まあ、そうすると、3列目のシート自体を畳んでない状態であっても、まあ私の足も、まあ、かするかかすらないかぐらいのクリアランスになるので、足をこうやって組んで座れて、で、こう組みながら、
移動できるっていうのは、ものすごくくつろげる空間かなって思います。で、このチェアテーブル自体も、これも先代のノアボクシーでももちろんついてますけど、これ、やっぱりここにあるのがすごくいいです。で、ここにカップホルダーがあると取りにくいっていうのは、やっぱり取りにくいと僕思います。で、ここに例えばこういったコーヒーとかをこうやって置いたりします。で、これ今、ロングスライドの状態なんですけど、で、もちろんこっちにもあるんですけど、ここで飲み物を飲んだりする。で、飲み物を飲むときって、開けたり閉めたりする、頻度っていうのが結構多いと思うんです。そうなったときに、わざわざ、よっこらせってやるのがもう結構大変だったりするんですけど、ここにちゃんとテーブルがあると、やっぱり、こうやって足を組みながら、くつろぎながら、で、こうやって何かも飲み物がここにあったら、普通にこう手に取って飲めるっていう、そういった、やっぱり利点、使いやすいなって、すごく感じます。非常に。もちろんここのチェアテーブル、動的な状態ですと、チェアテーブルここ出しちゃいけないっていうのがあるんで、安全性というものも考慮した上で考えると、やっぱりここのサイドのチェアテーブルがベストということですね。サイドのこのテーブルがベストということです。前にテーブルがあると、走ってる時なんかは、やっぱり安全性を考えた時に、やっぱ危ないというのがあります。これは私も、社外のチェアテーブルでもご紹介したんですけども、あくまでも止まってる時に使うためのもので、走ってる時になると、当然、いきなりブレーキをかけて止まるといった状況っていうのもあるわけなので、安全性を考慮するとなると、ここにチェアテーブルがあるのが非常にいいということで、やっぱりここ、トヨタが、このサイドチェアテーブル、ここに主なテーブルを導入したというのは、これはもう、やはりね、正解だったなっていうことを、乗せてもらいながら、こうやって見てみると、正解だったんじゃないかっていうことをすごく感じます。はい。で、次に、今度は、こちら。今これロングスライドしてるんですけど、3列目、今、畳んでない状況なので、で、今度、3列目。ですね。こちら。今これシートベルトの警告、これ2列目を多分外してもシートベルトの警告が出るようになってます。で、違うのか、これ何ですかね。そうですね、ギアのシートベルト、あれ右側ですね。右側、はい、あー、いなくてもなっちゃうんですかね。あ、こういったとこもね、やっぱり、動的な状態じゃないと、感じ取れないとこですよね。ああ、でも、あれなんですね、ここ、離れて左にベルトをつけても、音が収まらないんですね。ああ、ここになんかあれじゃないですかね。圧力センサーかなんかがついてて、ロードセルみたいなのがついてて、で、それが、ここの荷重が軽くなったら、止まるようにはなってないんですね。ね、仕組みがちょっと違うのかもしれない。はい。こういったこともね、やっぱり走ってみて、初めてわかることになります。で、こちらが今、一番、ロングスライドさせた時の状態。で、前の今シート自体は後ろにしてるんで、当たりはするんですけれども、この状態で乗り心地がどうかっていうことを含めて考えたときに、やっぱね、乗り心地はね、すごくいいですね。非常に、これは。で、この乗り心地と、この車内の空間の、このね、雰囲気。これはすごくいいです。で、今、営業さんに運転してもらってるんですけども、いや、これで、例えば、仕事の、迎えとか、車用車として、仕事で使うのも、すごく、いいなと思いますね。非常にくつろげる空間だし、別にアルファードレベルの車じゃなくても、全然、僕的にはもうこれでも十分かなっていうぐらい、車内の、くつろげるゆとりみたいなものが、しっかりとある。で、少し、さっき、喋りましたけど、全然前からでも声がしっかりと、聞こえます。声聞こえますよね。ですよね。普通にこう、会話できますよね。
したらすごくなんかね、静かだなって感じますね。で、まあ、じゃあ、あの車はって言われてると、エッチ車の車はどうかっていうと、またちょっとディスるところがあると思うので、あえて言わないんですけれども、まあ、正直、運転席から、運転席と助手席、運転席と後席の会話って、結構難しかったです、正直言って。聞こえないっていうのがあったんですけど、これはちゃんと聞こえます。で、今度、せっかくなので、3列目に乗ってみたいと思うんですけど、あ、やっぱりこうシートベルト この警告アラームが、まあ、鳴ります。少しね、ちょっと問題があるような気がしていて、シートベルトをこうつけないと音が消えないっていうちょっと問題があるのかもしれないですね。はい。で、3列目はシートベルトを特につけてなくてもアラーム自体はついていないと。で、3列目座るときはさすがに少しシート自体は前に出さないといけないんですけれども、3列目、まあ、実際に運転している状態、車が走ってる状態で、まあ、座らせてもらうのがすごく初めてなんですけど、いや、なんかね、止まって、車を、単純に止まってる車で、ただ座るだけだと、なんか少しシートの硬さっていうのをすごく感じてたんですけど、こういざ、こう移動手段として3列目にこうやって乗ると、全然ね、十分ですね。十分なゆとりとスペースっていうのが、しっかりとあります。うん、全然、この閉塞感。まあ、こっち、まあ、3列目今これ、跳ね上げてない状態で、窓ガラスもこうやってある状況なんで、まあ、もちろん、この空間というものも、しっかりと確保できてるっていうのもあるんですけど、まあ、全然、3列目こうやって座らせていただいて移動していてもものすごく快適に座れます。で、さすがに3列目は確かにこのコイルハウスの、まあ、真上、なおかつそれよりも少しこう後ろ側になるんですけど、ちょっとやっぱりこの辺のラゲッジの部分になってくると、ちょっとこう子守音っていうのが聞こえるようにはなってくる。だから2列目の方が非常にやっぱ静かです。2列目と3列目の空間のこの環境の差、音の違いによるその環境の差っていうのが結構大きいかなっていう気はします。かなり音のそのうるささの違いっていうのが、静粛性の違いっていうのが結構出てるのかなっていう気が、ちょっとやっぱりこうやって座ってみて感じるところではあるんですけれども、乗り心地そのものに関しては、ホイールハウスの上ぐらいのところにシートがあったとしても、シートのこう、サスペンションのこの入力に対しての、路面からの入力に対しての突き上げ感というのは、まあ2列目同様で、まあ少ない。まあ2列目に比べるとやっぱりちょっと3列目の方がちょっと突き上げ感としては、ちょっと大きい方向ではあるとは思います。だから結構乗り心地、シートも含めてそうなんですけど、もちろん全然シートも違いますんで、まあ3列目は、まあいささか、まあ乗り心地、それから、音であるとか振動、まあそういったところに含めて考えたときにかなりこう拾いやすい、場所にはなっているんで、まあ、格段に快適性という意味では、まあ、2列目に比べてしまうと、まあ、もちろん落ちてきてしまうというところはあったりはするんですけれども、それでも全然我慢できないって言った、まあ、そういったレベルでは全くないので、まあ、これはこれですごく3列目は3列目で十分大人でも座れる余裕がありますし、このようにラゲッジもしっかりと半分ラゲッジとしてこう使えるっていうところも、まあこういったところなんかも非常にいいかな。まあ荷物をこう走ってる時にこう荷物を取り出すといったこともしっかりとできますんで、まあこういったところなんかはすごくいいんじゃないかなって思います。はい。で、ちなみにここにカップホルダーがありますんで、まあ飲み物。まあこちらに飲み物ちょっと置いてけになっちゃってるんで、ここに飲み物こうやって置いて、で、
まあこんな感じで移動するわけなんですけど、まあ正直このカップホルダー、ちょっとこう、後ろにあるんで、自分のこの視界、こういった機械になってて、この辺にあるので、カップホルダー、この、ここにあると、飲み物が正直ちょっと取りにくいなっていうのがあります。正直。なんで、まあこれは SG なんで、飲み物自体は2つしか置けないんですけど、SZ になるともうちょっと大きくなるんで、ここにやはりカップホルダー置いた方がいいのかなという気がします。あ、3列目もあれですね。なるんですね、ちゃんと。3列目もちゃんとシートベルトしなさいということで、リマインダー機能みたいなものが、やっぱりこう働くようになっている。あ、そうですね。3列目も1回座っちゃうと、この、シートベルト付け忘れのリマインダー機能みたいなものっていうのが、やっぱ働くと、まあ、いうことも、まあ、今回ちょっと改めて分かったところになります。はい。で、まあ、カップホルダーの話をしてたわけなんですけど、ここだと少し置きにくいなっていうところがありますね。で、ここですと、今シート、ちょうど少し前に出してますけど、まあ、やっぱりこれだとちょっとやっぱり遠いなっていうのが、まあ正直あったりするところではあるので、3列目に関しては、まあ飲み物であるとか物を置いたり、まあ物を置いたりするスペースっていうのはここにあるのでいいかもしれないんですけど、ちょっとこう物を置くっていうことにおいては、少し、やりにくさっていうのがあるのかなっていう気がするので、まあ、基本的にはやっぱりこう2列目が一番乗り心地がいい車。で、運転席ももちろん乗り心地もいいですし、助手席ももちろんいいんですけれども、やっぱこの空間で使うのが、まあ一番良くて、まあ3列目は、まあ補助席的な、まあ役目をする、補助席的な使い方をするのが、まあ一番、まあいい使い方なんではないかな、ということを、まあこうやって動的な状態で2列目、3列目乗せていただいて、まあ感じたな、というところになります。はい。ということで、今回は、こちらの、新型のボクシーのハイブリッド、2列目、3列目に乗った時の、車の走りのインプレッションということでいたしました。当チャンネルでは、車及びカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方は、ぜひご覧になってみてください。また、最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは、失礼をいたします。